こんにちは、ヨガ講師のタガです。皆さんは「クンダリニシャクティ」という言葉聞いたことありますかこのクンダリニシャクティというのは誰の中にも眠っている潜在的なとんでもないパワー神秘的な力ですもちろんこれはねあなたの中にも眠っていますただしこれはね普通の人は一生目覚めないで終わってしまうんですでこのクンダリニシャクティの目覚めさせ方実はヨ画ガ行者たちにだけ伝わっていますそそ今回はそんな、 誰の中にも眠っているあなたの中にも眠っている潜在的なパワーくんだりに借地の目覚めさせ方についてお話をしたいと思います最近本屋さんに行くことって本当に少なくなりましたよねだってアマゾンで本は何でも手に入りますからねで僕もねしばらくね本屋さんに行ってなかったんですけど昨日急にですよふと不意に本屋さんに寄りたくなって本当に久しぶりにね本屋さんに寄りましただけどやっぱりねやっぱりね呼ばれてたんですよ 必要な本があったんですよ昨日本屋さんに行ってこんな本を見つけましたまずはねこちらの2冊ですまずこちら 神秘との共存くんだりに覚醒から星野康隆さんという方が書いた本です。でこちら全ての人に宿る強大な精神パワーくんだりに学生成瀬正治さんという方が書いた本です。でね「くんだりに」について書かれた本ってはっきり言って当然ねそんなにはないんですよ。にもかかわらずこの「くんだりに」について書かれた本今年に入って立て続けに出版されたんです。こちらは7月に出版されました。でこちら10月ですよ先月です。でクンダリニというのはは、ね、これまでは 秘密とされていました。なので過去にもクンダリニの本何冊かあったんですけど、はっきり言ってそんなに詳しくは書かれていませんでした。見てもクンダリについてあまりよくわからないように書かれていました。だけどね、この二冊読ませていただきましたが、このお二方ともね、ご自身の体験に基づいてクンダリについてかなり詳しく具体的に書かれています。あうとう時代が変わったんだなと思いました。 踏んだりについては、これまではね。秘密としなければならないとされていたものがあ、ここまで公開していいような時代になったんだな。いや、逆に言うとね。公開しなければならないような時代になったんだな。という風に改めて思いました。だから僕がね。もういつもいつも言ってる通り、今この大変な世の中をね。生き残るために今僕たちに必要なのは古代からのね。こういう神秘的な伝統的なヨガの教えなんです。これを。 もう本当にね今やっぱり公開しなきゃならないような時代になってるしそしてこういうその古代からのヨーガの教えというものを一人でも多くの人が実践しなければならないような時代に改めてなったんだなというふうにこの2冊を読んでねもう改めて確信しましたさらに僕が昨日本屋さんで見つけたもう1冊がこちら田中明さんのインド密教誌この本は本当に出たばっかりです10月30月日に出たばっかりの本です。 で僕がねこうして皆さんにもぜひお伝えしたいヨーガというものがハタヨーガというものなんですハタヨーガというものは人間を人間以上のものに成長させるもの人間を霊的に進化させるテクニックがハタヨーガなんですよでそんなハタヨーガの直接のルーツとなっているのがこれです密教なんですよタントラなんですよでこの密教ですから秘密の教えですからその密教の歴史なんてものはこれまではっきりともね 謎だったんですよで、そんな謎に包まれた密教の歴史この本によって今になって解き明かされるわけなんですよだから今まで秘密とされていたものですからねで、なぜ故,故にそして今なんでインド密教史という本が出版されたのかやっぱり必要な時代なんでしょうねしかもこの本ね大学の教科書として書かれた本なんだそうですよ大学の教科書ですよこのインド密教史。誌今大学でねそんな 人間を人間以上のものに進化させるような神秘的な教えを大学でね日教の歴史が学べるような時代になったのこれ間違いなく時代は変わってますよねなので断言します今まさに覚醒の時代なんです今まさにね僕たちはね一人一人が覚醒しなければダメなんですよ目覚めなければならないような時代なんですよそして僕たち一人一人がアップデートしなければならないような時代なんです皆さんもううかうかしていられませんよ でそんなね僕たちを覚醒させたり僕たちをアップデートするためのテクニックがハタヨガなんですじゃあこの「はたようが」一体具体的に何をするためのテクニックなのかそれはね僕たち一人一人の中にもう誰の中にも絶対に眠っている潜在的な神秘的なパワーくんだりにシャクティーを目覚めさせるためのテクニックが「はたようなんです。 でこのクンダリンシャクティが目覚めるとどうなるかというと僕たちの意識僕たちのエネルギーが肉体から飛び出て肉体から離脱してそして僕たちの意識が宇宙の魂宇宙そのものと一つになったりねあるいは神様のようなものと一つになることによって僕たちが目覚めるわけですアップデートするわけですよ。だから僕たちがそういう神秘的な体験をすることによってさまざまな神秘的な能力に目覚める。 それがハタヨガなんですこれ本当にねもう何ていうのかな絵空事じゃないですからねこれ本当にに、ね、今だったら学術的にこの「旗ヨガ」というテクニックがもう真剣に研究されるような時代になっていますからねそんな旗ヨガについてもういち早く数十年前から真剣に研究している方が伊藤武先生ですで伊藤先生 そんんななにに関する本をこいいっぱい世の中に出しています。で伊藤先生のねもう数々の僕はもう偉業だと思ったその偉業の一つが「幡が三大経典」というものを原文に忠実に翻訳してそして洋画の伝統に基づいて洋画の思想に基づいて忠実にこの三大経典について注釈を加えたこれはもうね伊藤先生が成し遂げたもう偉業の一つだと僕はね思っています。でそのね ハタヨガ三大経典この三つあるんですよハタヨガプラディピカシバサンヒタゲーランダサンヒタ何のことやらかんないですよね何語だっていう感じですよね宇宙語かって感じじゃないですかこれとても大切なんですよでこの三大経典はすべて今はもう使われほぼ使われていない古代のインドの言葉サンスクリットと書かれていますでこのサンスクリットのね解釈って非常に難しいんですよサンスクリット解釈するためにはですよ インドの歴史やインドの文化そういうものを精通してなきゃダメだし当然そのヨガの歴史ヨガの思想そういったものに精通していなければサンスクリットを正確に解釈することはできないと言われています。伊藤先生はねもう数十年も前からですよもう真剣にそういうそのヨガに関するようなあらゆることをもう真剣に研究している方ですから,からこの三大経典というものを。 サンスクリットの原文から忠実に翻訳することだけでも大変だししかもですよそれらもう全てにねもうかなり詳細に注釈を加えてるんですよこれだからもう伊藤先生しか僕はできないことじゃないいかと思っています本当にね冗談のうきでねこの伊藤先生の三大経典読ませていただいただけでそれまでヨーガに対して抱いていたあらゆる疑問やあらゆる矛盾もうほとんど解消しましたからね。でさらにですよ 僕のこの探求心のために、もう伊藤先生に直接。この三大経典のうちの一つ、ゲーランドサンヒターについて直接詳しく伊藤先生から解説してもらおうという。もうこんな贅沢なね。企画ないと思いますよ。ゲーランドサンヒター5回講座というのを開催します。このゲーランドサンヒターという教えは一体どういうものなのか、もう。今回特別皆さんにだけ、もうこっそり教えちゃいます。 時代はね今から300年ほど前です1700年代ある国の王様が森の中のゲーランダというヨーガの大聖者のところに弟子入りしようとしますするとこの師匠ゲーランダが言うわけです「お前は王ではないか!」。王というものは国のために一生懸命国を守る役割ではないか。そんな王がこの森に通ってヨーガの修行をする。 瞑想三昧なんかをして下脱なんかをしてしまうと国民のためにならないではないかお前は何をしにここに来た本当の目的を言えするとねこの王は口ごもってしまうわけですよ当然ね聖者ですからこの王様の心が読めるわけですわかったお前の国をイスラム教徒たちが滅ぼそうとしているんだなイスラム教徒たちは手強い そんなイスラム教徒たちから国民を守るためにお前はお前のクンダリーニ・シャクティをヨーガのテクニックで目覚めさせたいんだな。よく分かったお前を弟子にしようつまりこのゲーランダ・サンヒターというのはクンダリーニ・シャクティを目覚めさせるための ゲイランダーによる数々の教えとということですなのでこのゲイランダ・サンヒスターにはもう本当にね数多くのクンダリニ・シャクティを目覚めさせるための具体的なテクニックもういっぱい紹介されています。具体的にはこのクンダリニ・シャクティを目覚めさせるためにまずプラーナと呼ばれる宇宙の至る所にある宇宙の至る所に偏在しているエネルギーを自分の中にいっぱい取り込んでそしてこのクンダリニ・シャクティが眠っている場所 に意識をずっとこう集中したりあるいはね体を操作してそこに圧力を加えることによってクンダリンシャクティを目覚めさせていくというようなことをやります例えばこんなテクニックがあります右手を出したら人差し指と中指折り曲げて手の形こういう形にしますで、右の鼻の穴親指で押さえます左から息を吸いますこの時は宇宙のエネルギーねプラーナを吸い込んでると思ってくださいでそのプラーナ宇宙のエネルギーは赤色だと思ってください 赤色で左から吸い込んで、丹田に吸い込んでる、丹田に集めてると思う。そして心の中でね、左から吸いながら心の中でマントロ唱えます。アン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 、十六回唱えます。いいですか？赤いエネルギー左から吸い入れる心の中でアンアンアンとってもダイスキドラエモンって歌ったらダメです。ひたすらアン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 で十六唱えるんですよ。 で16とないて吸い切ったら息止めます親指と薬指で鼻を押さえてで下を向いて喉を締めて遠を締め上げてそして下腹部を強く引っ込めて丹田に集中息止めてる時丹田に黒いエネルギーが集まってると思ってくださいで心の中ではマントラ「うん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 64回唱えます」 で64唱え終わったらお腹を緩める遠隕も緩める顔を上げるそして右を上げて右から吐きます吐く時は白いエネルギーですで心の中では「まん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 マン心の中で「まん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 」というマントラを32回唱えて吐き出しますで吐ききったら右からそのまま吸います 赤いエネルギー心の中でマントラアン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 16ですうまた両方とも押さえて止めます喉閉める縁起を閉める下腹部閉める丹田に集中黒いエネルギーマントラうん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 64回心の中で唱えるそしたらまた お腹緩める円緩める顔を上げる左から吐く白いエネルギーマントラは「マン、マンを32回唱えて吐くこれで1セット必ず左から吸う最後左から吐いてで終わるこれで1セットです。でできれば8セットやりなさいというふうに書いてありますがこれで8セットやるの結構大変だと思いますので。 でできる範囲でやってみてみくださいもちろんそしてねこれね止める時うん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 64カウント止めるのも大変ですからこれもまあ止められるだけやってみてくださいできる範囲で練習してみるといいと思いますこれによってね何をしているのか説明します。アンウンマンというマントラこれはあうんなんです。 で「あうん」と書いてサンスクリットでは「おうん」と読みます。オーンと発音しますでこの「おうん」という音はこの宇宙を生み出した音でありそしてこの全宇宙のエネルギー「おうん」という音で表現されます。このねアンマンという ントの心の中で唱えながら息をするということは全宇宙のパワーを自分の中に取り入れている全宇宙のパワーを使って自分の中に眠っているクンダリンシャクティを目覚めさせるということです。でさらにはこの「アン・ウン・マン」「ア・ウ・ン」というのは「アン」「ア」というのが宇宙を創造したエネルギー宇宙の創造神ブラフ・マーを表しています。宇宙を創造した音アで次「ウ」。 ウというのはブラフマーによって創造された宇宙ビシュヌによってしばらく維持され成長させられ発展させられますでこのブラフマーによって作った宇宙を維持し発展させるパワーがウ、ビシュヌでこの世の中のものは必ずやがてはなくなってしまいます破壊されてしまいます破壊の神様シバシンシバシンを表しているのがン、マンということになります つまりですよこの世の中の全てのものは必ず生み出されでしばらく維持し発展し最後は破壊されてなくなってしまうそしてまた生み出され維持されやがては破壊されなくなってしまうだからこのア「あうん」「おん」もそうだし「あんうんまん」これはこの世の中のもう全てのパワーを表しているということになります。とととかウンとかマンとか心の中で唱えながら 呼吸をするつまりこの全宇宙の想像維持破壊というこの全宇宙のパワーを自分の中に取り込んでいるそんな全宇宙のパワーによって自分の中に眠っているクンダリにシャクを目覚めさせるそれが先ほど紹介したテクニックということになります。そしてこの「アン・ウン・マン」というマントルを唱えながら宇宙のエネルギーを自分の中に取り込んでで自分の中で眠っている場所クンダリにが眠っている場所丹田だったり。 だだっったたりりししまますすあるいはその辺にねこう意識を集中しで喉を閉める遠を締め上げる下腹部を強く引っ込めることによって物理的にそこにこう圧力を加えるしかも自分の意識をそこに集めるそういう訓練を毎日毎日ね少しずつ少しずつ無理のない範囲でやってるうちにやがては絶対にこのくんだりにが目覚めるということになります。こういった 僕たちの中に眠っているくんだりにシャフチを目覚めさせるための他にもねさまざまなテクニックが紹介されているのがこのゲーランドサンサタとというヨガのとても大切な教典な典んですそれをですよ5回にもわたってかなり詳しく伊藤先生自ら解説してくれるこの講座もう本当にねこの時代も僕は本当に一人でも多くの人にこれに参加していただいてね その自分を目覚めさせるくんだりに目覚めさせるテクニックというのをぜひ学んでいただきたいと思っています初回が11月の27日日曜日11月の27日から始まりますのでねもう完全にこれオンラインで受けることができますそしてアーカイブも見ることができますもうぜひ皆さん参加してくださいそして伊藤先生僕がまた特別にお願いしてマントラ講座というのもお願いしておりますのでこれ単発一回きりです このマントラというのはねまさしくねやっぱり宇宙のエネルギーなんですよ。これを唱えることによってねやっぱり自分の中の目に見えないエネルギーを目覚めさせる自分の潜在能力を目覚めさせることにつながっていくと思います。このマントラ講座もねぜひご参加ください。そして今回も宣伝ばっかりですけどねなんとですよ僕がねもうリアルにちょっと大阪にいて皆さんと一緒にこうヨガを一緒に実践したいというワークショップを行います。これ12月の3日。で今回初めてね これ皆さんにこうしてご案内するんですけど店員50人なんですけどこれもう申し訳ないですごめんなさい皆さんにねご案内する前にねすでにもう店員が残り10人を切ってしまいましたので申し訳ないですもうすでにね皆さんに案内する前からもう席がほとんど埋まってますだからもし実際にね僕にちょっと会ってみたいという方大阪方面いらっしゃいましたらねもう急いでお申し込みください12月の3日土曜日ぜひお会いしましょう でいつものようにこの真実の旗ヨガレッスンあなたのエネルギーを整えるための、ね、ヨガレッスンというのは毎週木曜日と土曜日オンラインでやっておりますのでこちらもぜひご参加ください。今日も最後まままでごご覧いいたただきししてありがとうございましたオンシャンティ